2列目、品種別推薦ゾーンです。アイスフォーリス、少し花摘みました。オムリペーパーホワイト、草咲き、たくさん一茎に花がついてます。12、3輪ついてるのあるかな。次、これは取っていなかったエリッチャーかな。エリッチャーです。八重の房咲き、もこもこでいっぱい花がついてます。これはそれほど増えないかな。ペーパーホワイトよりは増える率が半分ぐらいですね。6球くらい買ったの、4年くらい前かな。このくらいに増えました。オフダム、大きい花ですね。これもこのくらい。ここもオフダム、ちょっと色が薄くなったフラワーサプライズ。今シーズンは暑いせいかあんまり色出なかったような気がします。去年は早く、寒い時期に早く咲いたので色が鮮やかでしたが、今シーズンは薄い感じがします。以前の動画と比べると、去年の動画と比べるとちょっと薄めかな。その咲いた季節によってっていうか環境によって変わるみたいですね。ちょっとアイスキング、パピオンブランセ、咲いてきました。今年は緑があんまりないですね。やっぱ気温のせいもあるのかな。去年は緑っぽいのもあったんですけど、咲き始め、ミックス植えの水仙になります。タヒチとかオフダム、バタフライ系とかマルチネット、妙見かなと思うんですけど、これ妙見かな。咲き始め、アヤネも咲いてきましたね。ピピッ